What's good YouTube show boy Ray 今回はレオンとサンタと先生がコラボの曲を作ったということで今日はミュージックビデオに勝手に潜入したいと思います。よろしくお願いします。ということでね、 Let's get into it。 ちなみにその PV を撮るときで毎回電気流してるんですか最近？みんな流してるんですか？そう、いつもその PV の前に髪とか切ったりするんだ。あ、そうですね、 PV 前はなるべく部屋いい感じにしてから。ちなみにレオンは普段どういう遊びをするの？でもスタジオいるかクラブいるかみたいな感じです。AK ダセイビアとさ、前コラボしてたじゃん。Motherfucker police smoking on some OG. Yo, I'm riding dolly, I ain't fucking playing. Nah, niggas want no beef. あれ、どういう経緯でさ、AK にその会ったの？あれは、3年前かもう、グラッティアングルっていうバーがあるんですよ。こうよく飲み行ってて、その日もたまたま飲み行ってたら、もうたまたま AK ダセイビアって言って、俺も超ファンだから、よく AK ダセイビアだみたいな。もう超ファンだよみたいな、もうずっと知ってるしな。で、なんか隣の人が、その時あのラップスター誕生の審査員やってた伊藤さんって人が隣にいて、その AK ダセイビアのことをアテンドしてたんですよ。で、なんか AK ダセイビアが日本のラッパーとかとフューチャリングしたいっぽいからスタジオ入ろうよみたいな。その次の日にスタジオ入って、それでピッコロができて、Smoking on Piccolo Leaf. You bitch, that's me. これやばかったよね、あれね。あれでピッコロできて、あともう一曲できて、もうこれだったらEP作ろうぜみたいな。はいはいはい。作ろうぜ。やばいじゃん。あとさ、バッドオップもさ、アルバム参加したじゃん。はい、レオンが、はい。ノーメロディー。覚悟しといてよね、チャクラミダイビアベーマー、このこと全土にぶち込む響かす、今からあんましないよのペース。あれどういう経緯でさ、あれはベンジャジーさんから連絡いただいて、ついにやります。あれもかましてたよね、だいぶね。うん、やばいよね、うん、今後なんか、どういった目標がある、レオンは、アーティストとして。まあ、俺は、日本語ラップを世界にっていうか、どんな国の人が聞いてもうわ、おもろいじゃんみたいな。日本語ラップっていうのはめっちゃ気持ちいいし、めっちゃ最高じゃんみたいな。言葉が通じなくてもなんか分からせれるような音楽を作っていくっていうのがずっと俺の目標なんで、そこはまあ変わらず、はいはい、変わらずに。え、なんちゅう表情してんのよ、大丈夫？大丈夫。いや、あの、痛いんだ。はいはい、ちょっと痛いんだ。なんかさ、ラップスター優勝したじゃん、はいはい、そのお金の使い道ってどんな感じだったの？ガッチガチに遊んで、ガッチガチに遊んだのと、あとアメリカ、ニューヨーク行ったっす。ニューヨークでどういう。はいはいはい。あとグリルズ買ったから、ね、あ、グリルズ、うん、グリルズ買いました。で、ニューヨーク行きました。でクラブで遊んで、交友して、それでなくなったんだ。なくなったっすね。ラッパーだわ。あ、もうラッパーやね。先生もちょっとインタビューしたくて、はい、NNN チョコゾーンコラボしましたよね。それってどうやってコラボするその経緯ってどうやって？あれはワーナーブラザーズの A&R の人が知ってて、ちょうどなんか何人かに聞いてたらしいんですよ。エネルギーチョッパーがこんな曲やりたいから、その元ネタでこういうモロオリジナルをサンプリングしたやつをやりたいみたいな、はいはい、でそれで早いもん勝ちみたいな。3人4人ぐらいが他のプロデュースに寄ったらしくて、うん、1時間以内に速攻作ってみたいな。そう、それで1時間で、そう、そう、数時間後にはもう、あ、おめでとう、決まったよみたいな。やば、それだけですね。え、これぶっちゃけた話、やっぱパーセンテージ入るじゃないですか、その音楽の。やっぱ額も変わるんですか、NLE だと。いや、いっぱいおりすぎる。十何人かおる。サンプリングやろ、まず。ツーパックのプロデューサー、プロデューサーがサンプリングした元のバンドみたいな。もうスプリットに入るから。そうですね。15人ぐらいで分けるから。あんま、なんか、そこまでないな。もう分ける人が多すぎて。そう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 。ケットパークいるじゃないですか。俺結構好きで、個人的に。え、そうなんだ。仲いいから、ええと思って、すげえと思って。一緒になんか、コラボプロジェクト作ろうぜみたいな。そうで。彼がその日本に来たタイミングでまあぜひ呼んでいただけたらなと思ってるんですけど。ああ、ぜひ来たらお願いします。サンタ来ました。絵になるね、あの、うん、あ、
ってちなみにサンタはどういう髪型にするのこれから。一言で言うと、はい、月と太陽まあそうなってくるよね、まあ、まあミッキーマウスだよね。あミッキーマウスで簡単に言ってそうしたらじゃあ先に歩きますチャールズさんかっこいいな。モニクが前来てたやつだそれで竹内渋谷です。お願いします。まあ、監督さんやってるということで。そうそう、監督やってるみたいな。ちなみに何年間ぐらいやってるんですか。映像始めてからもう8年ぐらいやってるんです。8年ぐらい。基本的にアニメーション監督っていう。結構アニメーションが多いんですけど、今回グリーンバックで結構世界観作ってゴリゴリに CG とアニメーション出して作ってくれました。この業界多分疎いんで、はいはい、仕組みがあんまり理解できてないんですけど、監督業って例えばアニメーション入れてるじゃないですか、はいはいはい、どういう風にやるんですか。自分で監督するのか、うん、編集指導をするのか、うん、僕の場合結構手を動かすのがかなり好きなんで、実際にこれ撮ってグリーン抜き作業とかもやったりとかもするし、こうアニメーション自分で手書きで書いてるとかも、結構 CG のデザインとかも。監督になった経緯ってどんな感じなんですか。もともとアニメーション監督みたいな感じでやってて、それが結果的に実写も絡むようになってきて、本当アニメーションやってた。そのアニメーションで自分がその参加した作品で一番その代表的なものってそれがファンピーのタイムマシンって未来に目がけてピースさえ伝えてる今のとこ一丁それがアニメーションに参加して。実際そのオファーを受けるときってどういった仕組みなんですか。作ってほしいみたいな感じで。かつてマリアさんが、うん、さあ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 しまーす。監督の竹内渋谷です。どうしまーす。はい、はい、いきまーす。3、2、1、スタート。いいね。いいね。カット大丈夫。次カット3。少々お待ちください。そうだね。8で、うん、2 3 4 5。サンタの弟ということで、アーティストを生涯として抱えているということで、苦労とかってありましたか。苦労は目立った苦労はないんですけど、家の中で大音量で音が流れているので、はいはいはい、まあ一時期寂しさがいっぱいとかありました。幼少期のさ、サンタはどんな感じでした。いや、もう今とはあんまり変わってないですよ。変わんないですか、やっぱり。うん、チェックしてるわけじゃない。フェイスティック。いいね。いや、先生のぶっ飛んでぶっ飛んでエピソードがいっぱいあるでしょ。あるか。何それだって、わかんないけど、先生が今、今じゃ。あアメリカ来た時ないよね。あああったっけ。先生のあのこれ絶対 YouTube でアウトー。5秒もらいます。
はい。カメラが来れば。はい。ちょっと影調整しました。今回はミュージックビデオに潜入したということで、まあ、すごいいい絵が撮れたんでね。でもその前に、まあ、高評価とかね、コメント欄とかで今度は誰のミュージックビデオに潜入してほしいかとか、ぜひコメント欄でドロップしてください。お願いします。ということで、ぜひ、まあ、この動画を見た人は、まあ、サルっていう PV 絶対に見てください。お願いします。ということで、ピースアウト、ピースアウト。